竹田が土曜中山極楽、日曜阪神七倉、桜花賞はスイープヒート。本日は竹田が騎手のニュースがいくつか出ましたね。まずは競馬のニュースで、ニュージーランドトロフィーと桜花賞に登録していたボンドガールですが、桜花賞の抽選に外れてしまい、ニュージーランドトロフィーの出走が決まりました。桜花賞の場合は鮫島勝馬騎手だったんですが、ニュージーランドトロフィーは竹内孝樹ということで、竹内孝樹のボンドガール騎乗が決まりましたね。まあ、この馬世代最強クラスと言われてる牝馬なんで、今回ボバばっかり、まあ、2頭牝馬が出ますね。ここで、まあ、ボバと牝馬の力の差がどれぐらいあるのかという、まあ、今年はもしかしたら牝馬の方が強いかもしれないなんて言われてますけど、まあ、実際どうなんでしょうかね。まあ、ニュージーランドトロフィーである程度測れるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今回ただ、まあ、休み明けっていうこともあって、でおそらく次はニュージーランドトロフィーから NHK マイルじゃないかなと思うんで、まあ、明治では来ないと思うんですけど、まあ、どういう競馬をするかですね。まあ、竹豊騎乗を非常に楽しみにしている一頭だと思うんで、まあ、ここで勝利してね。そのマイル路線は割とボバのクラシック候補はいくつかいるんだけど、マイル路線だと、まあ、アーリントンカップオフトレイルに乗るようなんですけど、まあ、まだニュージーランドトロフィーじゃなくて、まだ NHK マイルのコンビっていうのはまだ決まってないと思うんで、まあ、ここで勝つようだと NHK マイルが楽しみですね。そして先日王冠桜賞を勝ったシュガー君が竹内孝樹騎手継続で青葉賞が決まったそうですね。王冠桜賞から青葉賞というと2019年のリオンリオンが逃げて勝利を収めてますね。まあダービーは惨敗だったんですけども、まあ、その後セントライト記念で勝利してっていう馬でしたね。まあ、その後菊花賞に行く前にあれ故障したんでしたっけ、なんかもう引退してましたね。セントライト記念が確かキャリアで最後だったと思うんですけど、まあ、青葉賞を勝って、まあ、ダービー向かうのかどうか何とも言えないんですけど、まあ、秋に向けて弾みをつけてほしいところですね。そして川崎記念ですね。川崎記念乗っ取るのは6着でした。好スタートから、まあ、前の2頭が競る形の後ろで絶好の位置取りかなと思ったんですけども、で直線に入ってね、まあ、位置取りは良かったんですが、直線に入ってずるずる後退しましたね。まあ、多いの2000で構想しているんで、まあ、距離ではないと思うんですけど、まあ、やっぱり左回り、言われていたように左回りがちょっとダメなのかなと。でも、何なんですかね、精神的なものなのか、まあリズム、なんか難しいですね、なんかね。いや、全然、普通にこれは、佐賀記念みたいな感じで、早め先頭で押し切るのかなと思ったんですけど、全然ダメでしたね。まあ、やっぱ今後はやっぱ左回りは、買うのはやめようと思いました。なんかまあ、もう割とこれだけ左回りでダメだダメだって言われて、それでも出てきたんで、なんかある程度修正して出てきてるのかなと思ったんですけど、まあ、全然そんなこともなく凡走でしたね。残念でした。そして朝の NHK が多分処方だったと思うんですけども、まあ、泥棒、自宅に泥棒が入ったっていうことでね。で日にちを見たら先月の24日ってことは高松の宮記念の朝ってことですよね。まあ、現金や貴金属などが盗まれて、まあ、時計とかね、そういったものが商品というかね、なんかそういう競馬関係の何かそういうものも盗まれたんでしょうかね。まあ、そこら辺は書いてないんですけども、本当 犯人は許すまじですね。本当すぐに捕まってほしいなと思うんですけど、まあ、そういえば高松の宮記念めちゃくちゃ早く帰ってたんで、まあドバイに急いで行くのかなと思ったんですけど、この件があったから早く帰ったんです。かなり早く帰っていたんで、あの日はもう最短の距離で走っていきましたからね。まあよっぽどドバイに急いでるのかなと思ったんですけど、まさかね泥棒が入ったとはね。まあ本当、まあでも奥さんとかね何もなかったのは、まあ犯人と遭遇しなかったっていうのは、まあ不幸中の幸いだと思うんですけど、一日も早い解決というかね、まあ、犯人の逮捕と、まあ、できればその盗難されたものが戻ってくるようにねお祈りしております。そして、
週末の騎乗馬なんですけども、まあちょっとまた明日別で動画を出したいと思うんですけども、中山は前回中山記念の時の週にかなり期待をしていた馬たちが今回出てきますね。まあ名勝ソムイレ、グランカンタンテ、この辺は結構期待していた馬だったんですけど、あとディアサクセサーも、ディアサクセサーはまあ阪神とか京都で構想していたんですけど、まあ今回遠征してきましたね。あとシャークスポットも、まあ、東京で竹内騎手の騎乗実績もあるし、まあ、この馬もなんか足抜きのいい、はい、足抜きが良い馬場の方が合うんじゃないかなと思うんで、まあ土曜日どうなんですかね、天気がね、明日また降るのかどうかって感じなんですけど、あとメインはボンドガールで、日曜日の阪神は七倉で、1レースから来ましたね、雪風、これは、今回初出走ですね。そしてケーデンシー、まあ、これは福永騎手じゃないや、福永調教師の管理場で、もしかしたらここで武豊騎手との口取りが見られるかもしれないという。日曜日はまあ1レースの後は飛んで7、8、9、10、11、12と全部7レースから連続騎乗になりますね。新ヨモギネスも前走惜しくも2着で、まあ、今回はどういう競馬をするかですね。今回3走目なんで武豊騎手も。そしてでもこの馬相変わらずやっぱり美穂から遠征してきますね。何なんですかね、これ中山で使わない理由が何かあるのか。で忘れなぐさ賞のジョセフィーナは、天乗りになりますね。ワイドアラジンも天乗りですね。これを川田騎手が乗ってた馬ですね。でスイープフィートに、最終レースはジュタローと。ジュタローも、まあ、コンビ復活というかね、まあ、2戦ぶりになるジュタローですけども、まあ、この馬も雨が降った方がいいんで、まあ日曜日の天気がどうなるか、まあ現地組としてはね、なるべくあのいい天気で見たいんですけど、まあ寿太郎にとってはまあ恵みの雨になるかどうかというところですね。あとスイープフィート、まあ前走よりもメンバーは強くなって、まあ人気もねそれなりに多分落ちると思う、まあ3、4、5ぐらいの人気になるんじゃないかなと思うので、まあ配当も期待できそうですけど、まあこの辺はまた明日阪神に行く前、あ、阪神じゃない、あ、そうか、今週は中山だからちょっと違うんだ。まあ中山に行く前にですね、多分土曜日、日曜日と連続というか、同じ動画で作ろうかなと思う。毎回なんか土曜日に動画を作ろうと思って、結局、土曜日に動画を、日曜日の動画を作ろうと思って、結局いつも、なんかおせおせになって、朝方なんか、やっと出すみたいな感じなんですけど、まあ、今回はちょっと早めに出しちゃおうかなと思ってますね。まあ、とりあえず今回はこんな感じで、また明日、動画を出したいと思います。それじゃあ。